夢もなく希望も失せたこの世紀末において、天使のように純朴で澄み切った心を持つ少年がいた。それじゃあ行ってきます。お父さん、お母さん。なんて素敵な朝なんだろう。新しい学校にも友達がたくさんできるといいな。あ、おはようございます。いつもどうもご苦労様です。どうしたんですか。北野誠一郎、そんなに優秀な転入生なんですか。ああ、前の学校からの推薦状には成績人柄ともに極めて素晴らしいとある。会うのが楽しみだわい。写真がないのが残念ですね。まったくだ。とにかく急だったらしくてね。お、彼が来たようですね。入りたまえ。失礼します。なんだ貴様は。ここを校長室と知っての狼藉か。あの、僕は今日転入してきた北野ですが。警察も呼べ。え？だが彼の顔は怖かった。真摯不可に相信。何が人をあそこまで変えてしまうのか。今日からこのクラスに入ることになった北野誠一郎君だ。みんなよろしく頼むよ。とにかく僕は怖くないってことをみんなに早く分かってもらわなきゃ。一年に目つきの悪い奴が転入してきた。はい、一年の連中は早くも全員そいつにビビっちまって。このままじゃバン張ってる者として示しがつきませんよ。まめやがって。この俺に何の挨拶もなしに突っ張っていけると思ってんのか。よっしゃ、この碧空高校番長黒田誠吉が直々にその一年坊主を締めてやる。ごちそうさまでした。出て行ったぞ。帰ったんじゃないのか。いつ暴れ出すか気が気でなかったわ。
本当だよね。俺なんか緊張して弁当の味が全く分かんなかったよ。まったくだ。もしかしたらと思っていたけど、やっぱり静かだったのは僕のせいだったんだな。ここですよ、黒田さん。おい、お前ここのクラスのもんか。はい。このクラスに今日目つきの悪いやつが転入してきただろう。え？一体どんな野郎か俺に紹介してくれねえか。僕のことですか。黒田さん、こいつです。こいつ、こいつがその転入生です。クラスを間違えた。俺としたことが慌てててクラスを間違えちまった。黒田さん、このクラスですよ。こいつが転入生ですよ。黒田さん、黒田さん、どうしたって言うんです。あの転入生を閉めるはずじゃなかったんですか。バカ野郎、野郎の目を見ただろう。ありゃ普通の目じゃなかったぜ。俺は喧嘩慣らしてっから、相手見りゃ強いか弱いかすぐ分かんだよ。やつは強い。しかも相当な修羅場をくぐってる大悪党だ。それに俺の勘によれば、もっと恐ろしいことに奴は薬もやってやがるぜ。麻薬ですか。間違いねえ。いいか、これ以上奴にかかるんじゃねえぞ。今にみんなもきっと分かってくれるさ。よし、この学校での新しき門出を記念して校内のゴミ拾いをしよう。でも黒田さん、奴が俺たちを標的にするなんてことはないですかね。何？心配すんね。そんな時は俺も黙っちゃいねえさ。でも相手は役をやってるって。任せとけ。こっちから手出しはしねえが、あっちから来る時は別よ。この前の台風で倒れたんだな。まあ、お前たちも大船に乗ったつもりでいるんだな。すげえや、黒田さん。さすが黒田さん、男っすね。まあね。生徒会は何してんだろう。こんなものほったらかしておいて。まずい、さっきの怖いお兄さんたちだ。逃げよう。木の重さで足が前へ。黒田さん、やつですよ。うわあ、あいつだ。黒田さん、さっき言ったことは嘘だったんですか。やっつけてくださいよ、黒田さん。
どうしよう、怒られる。命だけは、命だけはご勘弁を。え、殺さないでください。万でも何でも差し上げます。命だけは、命だけはご勘弁を。悪魔が、悪魔がわしの学校にやってきよった。転入1日目にして北野君に制圧された番長グループは北野君に絶対服従の身となった。2週間ぶりか。The British system of education has 番長グループを昨日一日で潰しやがった。やっぱりただ者じゃないわよね。逆らう奴は容赦しないってことだな。怖いわ。 All children must go All children must go through the だが彼の顔は怖かった。ほんと命があってよかったっすね、黒田さん。ええ、もう思い出したくもねえぜ。いいか、北野さんには逆らんじゃねえぞ。下手に機嫌損ねたら殺されますしね。誰に殺されるって？ああ？よう。た、竹久。ええ、あの入学早々先行をぶん殴って定額を食らったやつか。面白い。やろうってのか。俺たちも今むしゃくしゃしてたところなんだよ。頑張ってください、黒田さん。期待してますよ。3人で袋にしてやるぜ。俺たちもやるんすか。黒田さん、怠慢じゃん。俺たち番長グループは一心同体だろ。いいぜ、三人でまとめてこいよ。な、舐められてますよ黒田さん。こうなりゃ怠慢で行くしか。三人でボクボクにしてやるぜ。休み時間になると僕が教室から出ていくのが習慣っぽくなっちゃったな。この学校の番長さんを倒したんだ。これからは俺がこの学校の番を張らせてもらうぜ。学校の番はもう俺じゃねえんだ。何？昨日お前と同じ1年の北野さんって人が転入してきて、たった1日で全校を制圧しちまったんだからな。なんだと？上等じゃねえか。だったらその北野って野郎をぶっ倒してこの学校の番を奪い取ってやるぜ。でそいつはどこにいるんだ。おい、まあいいさ。ビビってやがるぜ。誰だ？同じクラスの竹久くんよ。竹久？ほら、
入学してすぐ先生殴って停学になった。ダメよ。ん？そこはやめておいた方がいいと思うの。何？そこは北野くんの席だから。学校の大番長の北野せ、あ、ん？あれ誰だろう？僕の席に誰かが座っている。困った人だな、席を間違えるなんて。でもどいてくれなんて小バカにしてるみたいで言えないし。どうしよう、なんて言えばいいんだ。でも言わなきゃ。悪いことしちゃったな。僕が黙って立っていたから。は？もしかして僕の見下したような態度に傷ついたんじゃ。何も言わないで出てっちゃうなんて。まさか。北野くんが動いた。ただじゃ済まないぞ。大変なことになるわ。くそ、この俺がガンさえもつけられねえなんて。ありゃ、あの目は見るからにしゃぶ中の目だ。あれ以上関わってたら、そうだ、きっと殺されてたかもしれねえ。殺される。血が、なんてことだ。僕が黙って立っていたのがこんなに彼を傷つけていたなんて。自殺しようとするまで彼を追い詰めてしまっていたなんて。近寄るな、刺すぞ。爆撃兵死んじゃうな。ナイフが怖くねえのか。バカや。ナイフが手首から離れた。今だ。よかった、かすり傷だけらしいや。そんなに死に急ぐもんじゃないよ。命は大切にしなきゃ。その日、北野くんに
クラスで初めての友人ができた。おい、碧君の話聞いたか？ああ、黒田のやつが一年に番を奪い取られたって話だろ。しかもその一年が転入してきたその初日にだぜ。かあ、黒田も情けねえな。しょうがねえよ、あいつ全く根性ねえやつだからよ。それ言い過ぎだぜ。くそ、黒田さんやばいっすよ、白雲のやつらです。北野さん。ん？大変だ。誰が落としたんだろう。北野さんがいてくれりゃ俺たちに怖いもんはねえぜ。おい、誰が情けないって。ああ、後で聞いてりゃ勝手なことばかり抜かしやがって。黒田さん。なんだ、黒田じゃねえか。お前ら俺ら白雲に喧嘩売りに来たのか。まあな、そこまで碧空をバカにされたんじゃ北野さんが黙っちゃいないんでね。北野。黒田さん、北野さんってどこにいるんです。北野さん、てめえらこの白雲を舐めてんのか。小島武史17歳。学校が終わったら届けてあげよう。バスが。さすが北野さん、ガンつけただけで白雲の奴らを追っ払うなんてすげえっすね。小島武史、知ってるの？小島といや白雲の頭。白雲高校。まさか北野さん、奴らにガンつけられただけで白雲に乗り込む気じゃ。今日もまた愛しい我が校の生徒たちが元気よく登校してきた。こういう光景を見ているとまさしく校長冥利に尽きる思いだな。忘れていた、奴がいることを。北野誠一郎がいることを。それでお前たちはのこのこ逃げ帰ったというわけか。情けねえ。早見、碧空の番が変わったというのは本当なのか。ああ、かなりのやつらしいぜ。碧空のやつら、強い番長が現れて調子に乗ってんじゃねえのか。やる気かよ、たけし。坊ちゃん高校の奴らがシャレにならねえってんだよ。白雲高校ってなかなか大きな学校だね。とりあえず小島さんを知ってる人に会えるといいんだけど。なんだてめえ、うちのもんじゃねえな。
何してんだよこんなところで。あ、すみません、ちょっとお聞きしたいのですが、小島武史さんをご存知ありませんか。何？あ、あった、たけしに何の用だ。てめえ一体何者だ。僕は碧空高校1年の北野誠一郎と言います。北野、こいつが転入したその日に黒田を殺しかけたという化け物なのか。あの、小島さんをご存知なんですね。小島ってうるせえな。白雲はたけし一人で持ってるわけじゃねえんだ。白雲ナンバー2のこの速水が相手になってやるぜ。相手になるってどういうことだろう。小島さんのところまで案内してくれるってことかな。どうした、何突っ立ってんだ。ああ、やっぱり案内してくれるのか。何？なんだこいつ、何の気構えもなく不意に間合いを詰めたぞ。こんな真似ができるのはただのバカか喧嘩の超達人だけだ。なんだか変な動きをする人だな。でも本当におかしな歩き方をするもんだな。やられる。なんだこいつ、やっぱりただのバカ。脅かしやがって。ガーッ。僕はなんて愚かなんだろう。人の歩き方を笑うなんて人間として最低の行為だよ。殴られて当然だ。さあ、君の気が済むまで殴ってくれ。気が済むまで。小島。ナンバー2に用はない。てめえらの大将はどこにいる。強気じゃねえか小島さん。てめえが碧空の新しい大将か。大蛇の無形か。おりゃ。あたれ。聞いたぜ、ボクシングやってたっていうだけ。何度やっても無駄だ。もう一度聞く。てめえらの大将を出せ。だから言ったろ、その質問は俺を倒してからにしてくれってね。そうか。小島さん、大変です。なに、早見がここにはいねえはずだな。うちに乗り込んでいたとはな。おい黒田。はい。北野とかいう大将に伝えろ、明日朝末吉公園に来るようにってな。何人でも構わねえ。その代わり、
もし逃げたら二度と外を歩けんようにしてやるから、そのつもりでな。北野君は知ってか知らずか、壁空と白雲の抗争の火蓋は切って落とされた。猫さん、おはよう。あいにくの天気だけど、今日こそ小島さんに財布を返さなくっちゃね。おはようございます、北野さん。あ、黒田さん、おはよう。小島に会いに行くつもりですか、北野さん。え？どうして財布を返しに行くこと知ってんだろう。小島は白雲にはいませんよ。末吉公園で待ってるって言ってました。ああそれじゃあ末吉公園に行けばいいんだね。ありがとう。行く気ですか北野さん。何人待ってるか分かりませんよ。それでも小島さんが待っているなら行かないわけにはいかないよ。どうしたんです黒田さん。てめえら、北野さんの気持ちが分からねえってのか。北野さんはな、俺たちが白雲に狙われねえようにと思って負けるかもしれねえ喧嘩をしに行くんじゃねえかよ。あんないつも何考えてるか分かんねえ顔してるけど、実は俺たちのこと考えていたなんて。よう、バカ三人組。何？雑魚が何人いても邪魔になるだけだぜ。ついていくだなんて言わねえでくれよ。なんだと？こら武井さん、たむれごた、てめえの面見てからにしやがれ。おはようございます、北野さん。どうしたんだろう、竹久君の顔。まさか僕の見ていないところでまた自殺を。たけし、あいつが来たのだ。壁空の新しい頭。なんて面してやがんだ。あんなにいるのかよ。よう、ビビってんならとっとと帰ってもいいんだぜ、バカ三人組。何？あれくらいでビビるかよ。あんな人数ぐらい俺たち三人で十分だってんだよ。お、頼もしいな。ならそうしてもらうぜ。俺は奴らのナンバー2を抑えとくからよ。北野さん、小島さんって寂しがり屋さんなんだな。財布一つ渡すだけのことなのにあんなに付き添いが必要だなんて。北野さん。え？俺とバカ三人組は雑魚どもを抑えときますから。こら、バカ三人組ってのやめろってんだよ。昨日は俺じゃ役不足でした。小島のこと頼みます。え？小島さんに用があるのは僕だから。ふん、行くぞバカ三人組。てめえ、いい加減にしろ。やる気か、たった五人で。やりやがったな、てめえ。てめえ、白雲を舐めてるのか。バカ、お前やる気ねえじゃねえか。え、じゃあ
何、一体どうしちゃったの？とにかく止めなきゃ。まとめて袋にしちまえ！昨日の借りは返させてもらうぞ。借り？そうか、財布のことだな。この人が小島さんなんだ。ごめん、カバンに入れるのを忘れちゃったみたいだ。今さら詫び入れたって通じねえぞ。トライアングルフォーメーションアルファ、ワン、ツー、スリー、離脱。やるじゃねえか。ザコはお互い様だろ、ナンバーツー。そこどけよ、どかねえなら刺すぞ。こらタグバカがよ、そんなもん持ち歩くんじゃねえよ。出したのはてめえが先だから、責任はてめえが持てよ。なんだこいつ、全然向かってこねえ。何か企んでやがんのか。そうだよね、財布忘れちゃうなんて殴られて当然だよね。手首から血が。なんだ、刃物の傷。こいつ一体何者なんだ。北野くんの顔のナイフの傷跡は普段は全く目立たないが、極度に興奮するとくっきりと浮かび上がってくるのであった。竹久くんがまた自殺を。あんなに血がいっぱい。ダメだよ竹下君、自殺なんかしちゃ。命はもっと大切にしなきゃ。親からもらったたった一つの命なんだよ竹下君。たけし！たけし、しっかりしろ！たけし！たけし！おい！負けた。大将がやられた以上、この喧嘩、俺たちの白雲の負けだ。財布、そうか、財布は昨日から胸のポケットに入れたままだったんだ。北野さん、
大丈夫ですか？竹久くん、手は。俺の方は大したことありませんよ。それより。よかった。北野さん。竹久くんのためとはいえ、突き飛ばしちゃったりしてごめんね。この償いは今度改めて会った時に必ずするからね。なんて執拗な野郎だ。失神させただけでは物足りないとでも言うのか。あいつただもんじゃねえ。ただ拾った財布を返すというだけのこと、ただそれだけのことなのに、北野くんの恐怖の伝説はさらに大きくなっていくのであった。助けてくれ、わしの学校を、この碧空高校を。わかりました。ご希望通り特別生活指導員の一人をお宅に派遣しましょう。では。小磯涼子、古武道を修練する格闘少女。